琴清野と歌仲間。こんにちは、琴清野でございます。また琴清野と歌仲間の時間がやってまいりました。今週もよろしくお願いいたします。まあお風邪などひいてませんか？はい、今週も素敵なゲストをお招きしておりますのでお楽しみに。そして、この番組をね一緒に盛り立ててくださる可愛いゲストはこの方です。ゲストじゃない、アシスタントあれ私ゲストになっちゃいました。アシスタント、はい、アシスタントの阿部律子です。いくつ？38今年もね頑張ろうね、うん、はい頑張ります、はい。今年はまたすごいエキゾチックなね、今年じゃない今週、うん、エキゾチックなゲストをお招きしているんですけども、私もブルッと震えてしまいましたね。女がこの方です、ブルッとなっちゃう。よろしくお願いいたします。川なるみです。お願いいたします。いらっしゃいます。また声もハスキーで、はい、そうですね、風邪ひいてもわからない、わからないね、声です。お願いいたします。そしてまたあの細いんだけど、うん、すごいグラマーね。ええー、もうあの小デブって言われてるんです。あ、そうなん。痩せてる時はね、あの小デビと言われるんですけどね、小デビ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 でもおばあちゃんに聞いたんですけど、はい、おばあちゃんに聞いたんですけど、はい、トランジスタグラマーって言うんですよ。あのね、昔言ってたね、あのデビューした頃に、うん、そのキャッチフレーズみたいなのがあって、はい、あのプロデューサーの方が、うん、あの一応企画に出したんですって、はい、トランジスタグラマーって、うん、そしたら会議でそんな言葉今使いませんって、まあね、確かに随分昔ですもんね。はい、トランジスタっていうこと自体がもう、ね、昭和、ね、40年代30年代いやもっと30年代だ、30年代、ね、はい、だと思うんですよ。あなた30年代いたのね。だからおばあちゃんに聞いたんです。あ、本当にあの、はい、なんかねムードが、はい、あの青江皆さん、私もとっても ね仲良かったんだけど、青江皆ちゃんと感じが似てるよね。ねえ、私もよくしていただいたんで、ラテン音楽を歌ってから、うん、あの歌謡曲に変わったんですけれど、うん、まあ、あの今でもラテンは歌ってるんですけど、うん、歌謡曲を歌うきっかけが、うん、やっぱ青江美奈さんの歌だったんです。あんな風に歌ってみたいと思って、はい、だから、一昨年ですね、青江美奈さんの、ご仏殿にお線香もあげに行かさせていただいて、はい、ね、早くなくなりましたね。もう今年で17年です。わ、そんなに経ちましたか、はい、もう17年経つか。そうですね、うん、すごくね、あのなんていうの、姉御肌、はい、たくさんの芸能界にでもね、そう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 、まああの琴さんはね、うん、姉御肌というではないんですけど、ね、優しいお姉さんという感じがするんだけど、本当にね、あの青江さんはもうあの色っぽいじゃないですか、歌ってる時ね、でも全然あの楽屋にいる時なんかそうサバサバして、ね、なんか皆さん知らない、うん、なんていうの、キアナこっちおいでとかね。すごいね、江戸っ子ですもんね。すごい江戸っ子ね。でも、うん、そのお声っていうのはお酒で、
そんなことはないですよね。子供の時からなんです。だからすっごく嫌だったんですね。うもうだから無口で無口でも喋るのも嫌で、親が私が喋ると喋、うん、るの気持ち悪いって言ったぐらいで、それはひどいね。で歌もね、歌うとみんながずっこけるぐらい下手だったんです。で悔しくって、で自分が下手だというこうどの歌がうまくて何が下手でっていうのが分からなくて、でそれでもめげずに歌ってたらみんながずっこけるから何なのかなと思ってたんです。よく考えたら下手だったんです。いやでも下手な人が、ね、歌手になれないですよ。なれない、いくら下手でもこんなにうまくはなれないですよ。やっぱり素質があるからです。子供の頃によくやっぱり歌ってましたか？歌は15歳からラテンを聴いて歌うようになって、それまでは歌ったことはほとんど歌ってもみんな笑ってましたね。たまに声が若いのにすごいハスキーだから、うんね、きっとそれでちょっとね、そのギャップがあったのかな、うん、だから学校のこう音楽の授業で合唱とかって言ってグループに分かれてやると、うん、私が歌うと男の子、うん、うるさいのお前は一幕だけやってろとか言ってよく言われました。でも腹立つかわざと大きな声で歌ってやるんですよ。ね、でもね可愛い子供さんだったでしょうね、うん、どんな子でしたか？混ぜてたと思います今思うと。ラテン音楽が好きだったり、うん、でアイドル前線の頃に、うん、とても大人な女優さんが好きだったり、うん、なんかちょっと変わった子だったみたいです、ね。うん、純日本人でしょ。ここのとこ続けて5日間毎日続けて言われた、あ日本語上手ねとか日本もう日本人みたいなもんでしょとか、うん、でももうめんどくさいってはいとか言っいやとか言ういやでもね、コーター、はい、ね、そんな感じが純粋な、もう知る限り日本人です。知る限り、知る限りは本当でもね、なんかねこうなんか日本人離れした、はい、すごくエキゾチックな感じするよね、うん、情熱っぽい。ありがとうございます。素敵よ。ありがとうございます。彼氏いるの？もういない歴何年ですかね。いない歴。うち社長に言われるんですよ。いい加減ちょっと恋愛でもしてみたらって、うん、歌にもツヤが出るのにっても困ったもんねって言われる。でもまあね、芸能人ってさ、聞かれたらね、普通。いたっていないって言うわよね。あそうですかね、本当にいないんです、うん、あそう誰かいい人いました、はい、どうぞよろしくお願いいたします。お願いいたします。はい、ついでに私たちもよろしくお願いします。売れ残り売れ残りじゃないですよ。いやまだまだ生き残り行かないだけですね。行かない、行けないんじゃないの。行かないだけ、行かない意思でね、自分の意思で、はい、ね、脱線しまくり、いろんなところにね、はい、お仕事でもキャンペーンでも いらしたと思うんですけど、はい、なんかこう心に残る思い出ってありますか？やはりデビューした当時、うん、歌えるところがあればどこでも歌わせてくださいっていう感じで言ってたんですけど、私は大きな犬がね、うん、オープンなんていうんですか、居酒屋みたいなところがあって、うん、大きな犬が歌ってたらそばに来て怖くて仕方なかったとかねちょっと大阪のなんていうんですか、ダウンタウン的な場所がありましてね、大きな犬、大きな、私より大きな犬がそばに寄ってきて、うん、もう噛まれそうなんでそこでも歌わなきゃなんなかったとか、うん、そうありました。犬が歌ってんのかと思っちゃったやはりでもね、犬が歌を聞いて寄ってきたんでしょ、うん、そうですね、寄ってきたんです。ちょっと変わったのが来てるなって、肌掘り出してね。でそのドレスが結構露出するようなドレスを着てまして、で言っちゃっていいですかね、デビューの時すごく悩みがあって、うん、夜のキャンペーンなんか行くと、うん、もうちょっと触られたりとかが多かったんですよ。あ、私もあったね。でそれで、あるうちの事務所の社長が、あるもう古い事務所の社長さんに、うちの子がねって、高校でねって言って相談した、うん、大丈夫、そのうち年上触られなくなるからって言ってねそうやってうちの社長に言ったから心配しなくていいよって言ったらしいです、うん、したらその社長にこの間会った時に、こういうアドバイス前いただいてたんですよ、うん、俺そんな失礼なこと言ってないっていうわけで言ったんです。でも本当に今、うん、触られることほとんどなくなりました。そんなことはないと思うけど、うん、恐れ多くてみたいな、なんかこうふてぶてしくなっちゃってみたいなそう、やっぱりこう、はい、さ、ちょっと触って見たくなったんですよ。そのくらいあなた魅力があったっていうことで、あったんじゃないの、あるの、そうそう、あるの、ね、あるのね
そうそう、過去形じゃないのよ。私なんか誰も触ってくれないわよ。ペタペタお着物だとね、やはり、うん、あのでも、うん、あのお着物の方とね、そのお話、うん、そんな話をしてましたら、うん、あの男性から触られるってことはないけど、うん、女性の方が着物を触りに来る。あら、いいの着てるわとか。あのね、死の定めに来る。そう、それはなんかおっしゃってましたね、お着物の方。そうそうそう、うん、でもあのお客様っていろんなところを見てるから、うん、本当に気をつけなきゃいけないなって思うことが、うん、会場なんかね、こうほら歌いながら歩くと ね、はい、ねあの握手しながらこうやってね触ってんの、うん、私はね、あのガラスモンドの方が、はい、ね、本物じゃない方が光るっていうので、はい、こうたくさんつけてた時期もあって、そうすると握手したらクンって返されちゃうのね。こう品差だね、それこそ、指輪スクリーンしてるみたいに、返されちゃうっていうのは無関心させられちゃうの、うん、こうするでしょ、うん、こうやって握手するでしょ、うん、こういう風にで見るんですよ。ね、あ、そういうこと、うん、だからこれガラスモンドって言うと、ガラスモンド現れましたけれどもね、のこと言ったりなんかして、あの今の大きなワンちゃんが出てきたって言ったけど、ワンちゃん好きですか？それから慣れたのもありまして、うんうん、大好きです、ワンちゃん。はい、あの実家でも飼ってますし。飼ってる？かわいい。かわいいよね。かわいいですよ。どんなワンちゃん？シーズンですね、うちの実家の子は。シーズンか、はい。もう一番自分が偉いと思ってます。うんうん、あ、そう。いいコートなんて置いとけないですよね。必ずそこの上に乗っかって寝るんです。うん、ね、猫も同じ。だからいいの分かるんですよね。うん、で、あの安物置いとくとね、無視です。ところで関西でしょうか。あ、わかりますか。さっき、はい、何でしたっけ、モロ肌じゃないし、あ、あの肌掘り出して、あ、掘り出してそれ、あ、ごめんなさい。よくね、あ、わかりますかって言うとね、丸出しだって言われるんですけど、うんうんうん、はい、もう長いですけど、香りがね、そう、はい、お話ししてる、チェキチェキの大阪っ子って感じね、うんうんうん、大阪で市内、あ、そうです、はい、そうですか、あの海遊館って言ってね、うん、サメ飼ってるところの近くなんです。サメ、ジンベエザメ飼ってるんです。で、あのお客さんが行ってなんか餌をあげられると、私一度も行ったことないんですけど、はい、いや、まあ東大元暮らしじゃないけれども、すぐ いつでも行けると思うと、思うとね、そうですか。あのほらデヴィ夫人さんと、はい、なんかとっても親しいそうです、ね、はい、どういうきっかけですか？よく、それ、あ、それもあの、うん、夫人と私の共通のお友達が、うん、あの私のラテンライブに、連れてきてくださって、うん、で、あの夫人はもう大好きなんですね、うん、ラテンとかヨーロッパの音楽が、うん、でそれでもう聞いた時にもう、私、あなた感激したわ、うん、って言うあの私の3ヶ月後のパーティーメインゲストで呼ぶからって言って、うん、すごいびっくりして、うん、でそれでなんか言ってる間にもうすごくよく可愛がっていただいて、うん、お宅にもよくお邪魔させていただいて、お酒ご馳走になったりとか、私のこの髪の毛を、あっ、あったっつってもう笑われたことある。真っ赤っかでこんなにしてたんで、それでもう通るたびに笑うの、うん、あ、そうなんですか、うん、参りましたけどね。でも明らかんとした方ですよね。そうですね、でもあの純粋な、うん、あの方ですね、うんうん、あの 素直ってでしょう、ね、方なんですよね。心の綺麗な方です。あの、うん、言いたいこと言ってますけど、うん、あれは心が綺麗なゆえに、間違ったこととか、うん、違うこと黙ってられないんだと思います。なるほどね。そこから来るんですね、はい、きっとね。お化粧なんかも、ね、うん、結構あ、教えていただいて、うん、そうです。でもお肌も綺麗ですもんね。うん、私もね、お肌がね、特別にやっぱり綺麗です、ね。何回かお会いしたことあるんですけど。作詞、はい、今回の曲、夫人が作詞をしてくださいました。すごい、ナレーションとか、そう、あの曲の途中の、メッセージ、ナレーションもいただきました。じゃあデヴィ夫人とご一緒の、あ、先日の、はい、公開録音のレコーディングの模様です。やっぱりアップにするのと、うん、こうね、下に下ろしてるのと雰囲気が、ね、違う、全然変わりますよね、まあ、あの私よくあの昔から小デビと言ってあの呼ばれてたんですね。あの安西マリアさんが名付け親なんですけど、一番最初に会った時に、この子デヴィ夫人によく似てるって言われて、で、あの夫人も2回目の時に、あなたこの人私の顔よく似てますね、あなたって言って、ね、私こうやって真似す、本人の前にもするんですけど、
でそれで小デビって言われてました、うん、でそんな話してたら髪型も一度ね夫人と一緒のやってみたいですなんて言ったら あなたすればいいわ、じゃあ私の前にやってもらいなさいって、うん、同じヘアメイクさんにやっていただいたんです。だから一緒の感じなんだ、ね、はい、そしたらおかしかったのが、うん、あの事務所にいたら夫人 の, あのマネージャーさんが入ってきて私を見てびっくりしたんです、うん、あーとか言って2人いるみたいな。もうあれがおかしかったです、ね、すごく、はい、うん、じゃあねその新曲ね、はい、デヴィ夫人さんが、作詞なさったんですね、はい、であとのセリフナレーションも、はい、入っています。夫、ね、ね、人があの、うん、大統領へ の, その貫いた愛を、うん、なるほど、思って書いてくださった、じゃあご紹介ください。プロモーションビデオ見せてください、はい、私川名瑠美今頑張ってます歌です、勝負曲です、聴いてください、貫く愛。憧れの君の心に溶け込み夢の中すべてを忘れて愛したい切ない気持ち What a wonderful feeling. あなたが眩しく光る恋に揺れる私輝くあなたの姿を誇りに胸うずく全てがひらめきはしゃぎ出すめくるめく思い私あなたを信じて燃え尽きることはない愛を求め誇りも捨てよあなたを得るためなら誰よと貫く
a great feeling.続いて阿部律子さんの新曲、愛されても愛されても愛され足りない、どうぞご覧ください。貫く愛なんてね、久しく聞いたことのない言葉で、ね、
そうもうあのデヴィ夫人そのものという感じですね。生き方、いやいやいや、あの詩が、やっぱり自分の体験上こう書いたんですね。ね、だから私もどっちかというとそういう情熱的な歌をずっと歌ってて、うん、今回も夫人にはそういう情熱的な歌を歌いたいんですって言って、うん、あのお願いしたんで、うん、あのすごくあの気持ちよく歌って、うん、あのラテンっていうのはこう、はい、どうのものじゃないですか、はい、でもこの貫く愛っていうのはもう秘めた女の気持ちをこう、ね、出していて、そういうところっていつも、まあ、ラテンばっかりを歌ってらっしゃらなくても、うん、そういう躍動的なね、はい、こうリズムのある曲とやっぱこういった曲を歌い分けるって難しいでしょ。そうですね、うん、でもあのまあ、根本的にあのどの歌も通じるものっていうのは何かあると思うんで、うん、ご自分ではどうですか、ご情熱的なですか。あ、私にあの人間ですか、うん、もう人間そのもうそれ情熱すぎるって言われて、うん、もうちょっとこうあれおとなしくてもいいんじゃないかな自分の好きなものにはです、うん、興味ないものにはもう全くその差が激しいので、うん、うちの親からも母からお前は中間というものがないのかと言って、うん、そう言われて、そうなんですか、はい、うん、ま、でもねこの歌あの発売してまだ間がないですもんね、はい、頑張ってください。はい、どうぞ応援よろしくお願いいたします、はい、あ、それからあの、はい、いろんなとこに行くでしょ。はい、あ、近いところではですね、あの20日に千葉県 の、 あのイオンで、うん、2カ所で、キャンペーンをさせていただきます。そして、うん、あの22日には東京駅、ヒットステージ東京というところで新曲発表会ございます、そして、4月27日には銀座タクトでまた恒例のラテンライブをさせていただきます。いっぱい盛りだくさんでね、あとはまたホームページでもね、はい、ご確認ください。お願いいたしますということでした。まあ今日今週はね素敵な川名瑠美さん、うん、これね横にしたらあれですね、はい、青江美奈さんの美奈ですね。そうです、うん、そこからつけました。そこからいただいたんですか、はい、あ、そう、川名瑠美さんでした。皆さん応援してあげてくださいね、はい、よろしくお願いいたします、はい、それでは、そろそろお別れの時間早い ね、 ね、なんかチチチチチなんてやってる間にそれはコトさんだけですさあまた来週お会いしましょう、うん、今週もありがとうございました。皆さんお風邪などひきませんように、はい、それではお別れに私の命船のプロモーションビデオをご覧いただきながらお別れです。ごきげんよう、さようなら、なんか森谷博さんみたいですね。
どこまで行くの教えてよ。風が冷たい港町、錆びた岸壁、命見つけた命。